1、プラス2、から1962年までのブギス県1、から1962年から1999年のブギス県2、から1962年までのセベエイ軍、1962年以降のセベエ県ブギスは、現在のウガンダ東部の伝統的地域。エルゴン三世六にあたり、バントゥーケーキギス族の伝統的居住地である。北に、カラモジャ地方、東に、 セベエ、南東に、ケニアのリフトバレー州、西部州、南西に、ブケケィ、北西に、テソ地方と接する。1902年に、イギリスの意を受けた、ガンダ族の将軍、セメエカクングルに征服された。カクングルは各地を征服後、ブギス南部のムバレの儀礼的主張となりマラキ教の指導者となって没死した。 東のセベエは、ナイル系のカレン人族に近いセベエ族が住み、ブギス県設置時にセベエ軍とされたが、独立時に分割されている。ムバレ地域はしばらくブギス県とブケディ県の県庁所在地とされたが、1967年9月にブギスに戻されている。1979年にムバレ県に、改称2000年7月に北部がシロンコ県に分割され、 2005年7月に南部がマナフワ県に分割され、2006年7月にマナフワ県北部がブドダ県に分割された。アラビカ種のコーヒーの産地として知られ、ブミ種はブランド名になっている。ありがとうございます。